BLC デーコレクション、さくらさわ原作、桃と万事。時は江戸、文政後期、ところは浅草。とある雨上がりの市に、元町火消しのまとい持ち、今篠笛吹きを生業とする万事が、影間上がりの桃木を拾う。江戸の空に虹がかかったその市から、おんぼろ長屋の片隅で幸福で愛おしい日々が始まる。万事に影間としてではなく、優しく、そして定説に抱かれ、桃木は幸せでいっぺ。たとえ桃木の過去にどんなことがあったとしても、万事もまたそんな桃木によって心救われる。和泥の BL 作品、極上なアメエロスと溺れるほど愛おしい江戸男子の艶ごとがたっぷり収録されて CD 化。兄、万事の兄、大変だ大変だ。なんだおもも、どうしたい。ももと兄の物語が読み本だけじゃなくて、音からくりの、あ、なんつったか、C デートやらになるんだってよ。なんでその C デーってな。なんでも桃たちの物語が丸っこい板から聞こえるんだと。まさかおめえと俺がむつみ合ってる、あんな声やそんな声もか。兄の時の音や桃の音や声も。そいつは驚き、桃の木、山椒の木。どうしよう兄、春画で遊んでたのも、桃が風邪ひいた時にやったのも、全部人様に聞かれちまう。お桃が媚薬を飲んじまったあん時のことか。まあおめえのいい時の可愛い声を聞かれるな尺だが、地域にしてくれるお人たちには聞いてもらってもいいかもしれねえな。もしかして兄、誰かに見られたり聞かれたりした方が燃えるってやつかい。そんなんじゃねえけどよ、そればっかじゃねえんだろ。ああ、江戸の風情もたっぷり楽しんでもらえるって話だ。だったら聞いてもらおうじゃねえか、一人でも多くのお人によ。おお、さすがは兄、太っ腹色男この子の。そうと決まったら、どんな安兵衛になってっか紹介しねえとな。あ、モタシケシのまといもち、今篠笛吹きの伊達男で、桃をそれはそれはデージにしてくれる艶っぽくてエロエロな万事兄よ、新垣タルスケ。影間上がりでとびっきりいじらしい、ちょいとスケベで可愛いお桃こと桃木を、斉藤相馬。桃の兄ちゃんサムルを、ユサ浩二。お桃の影間時代の先輩影間、十五夜を白井雄介、いざ酔いを山下誠一郎、ほか豪華声優陣。発売は2018年3月30日全国のアニメイト、ムービック通販並びに仕入れショップにて。価格は兄の愛が溢れすぎて1名に収まりきらず、2名組になっておおよそ400文の大盤振る舞い。後の世の税抜き4800円ってやつだな。さすがは兄、博識だな。桃を惚れ直しちまう。おお、そんじゃとっととお勤め終わらせて、どんぐれ惚れてるか見せてもらおうか。兄ってば、望むところで。一歩先のエンターテインメント、ムービンオン。